続いてはリピーターが通う本場韓国の味はいかがでしょう。沼津駅から歩いておよそ5分、繁華街の中にあるテジャングム。店主のチョンさんは常連さんからお母さんと呼ばれ親しまれています。日本の方に韓国の味をね、ちょっと味わせようという思いで出しております。本場の韓国料理、まずはサムギョプサル。大きいままの豚バラ肉を焼いて食べ頃になると、プサルで切りますね。厚めの肉を食べやすくカット。ここでのオーソドックスな食べ方は、サンチュの上に酢漬けの大根を乗せます。これがこだわり。豚バラを結構厚みがあるように切って足してます。酢大根がすごくさっぱりをさせてくれるもんで。そして焼けた豚バラを塩コショウの入ったごま油につけて乗せ、ニンニク、青唐辛子、味噌をちょっとつけたら出来上がり。肉をしっかりと感じつつ、酢大根でさっぱりと、サラダ感覚でいくらでも食べられます。そしてこちらも人気のチャプチェ。色鮮やくするためにはやっぱり赤いのと白いのとか全部分けて、それで肉も全部別々に炒めて、それで一緒に全部塩味で和えるんです。塩味のチャプチェに砂糖を少し加えて味付け。飽きが来ない永遠に食べられそうな一品です。そしてやっぱり辛いものが食べたいという方には、このタコ鉄板炒め。韓国ではタコは炒めて食べるのがポピュラー。醤油味で炒めた野菜と唐辛子が見事に調和して後引く美味しさです。そして日本では牛の日にうなぎとか、それ韓国も同じですね。暑い7月8月すごく汗いっぱいかいて、まあ疲れた体に栄養を補うためにサムゲタン必ず食べてます。韓国では暑い夏にポンナルというサムゲタンを食べる日があるそうなんです。鶏が丸々1羽入っていて、中には朝鮮人参やもち米、栗、ナツメ、ニンニク、ネギなどが入っています。優しい味の白湯スープと一緒に食べて暑い夏を乗り切りましょう。せいいらっしゃってください。さらへよー。